本日プレイするのは正元寺カントリークラブです。正元寺なんだ、はよ、正元寺の説明を。いや全然覚えてないから。入れるんでしょ。いや俺が喋ろうかと思ってるけど今日。ああ、でも後入れるでしょ。いや今無理やろ。それ覚えとったらすごいよ。メンバーさんやどう？火に変えてる？当たっとる？当たっとるよ、これ。本当ね。ただ右に出るってことはちょっと嫌いかな。グリップが変なんじゃない？直したばっかのグリップが。グリップがあるんじゃないの？戻したら前のグリップに。ただ当たっとるのがいいのかな？じゃあいいがい。ケンジもフィニッシュは本当綺麗だな。フィニッシュの姿勢、ケンジ。フィニッシュがいいってことは、あれ。いや、トップもいいもん。トップもいいんだって。トップとフィニッシュはいいんだけど、その途中で何かが起こっとる。ダフっとるね。うん。フィニッシュいい。あ、それやらんければもう全然いい球に見える。ケンジ取っとった方がなんかいろいろなことが起こりそうだね。逆光なんだよね、ここ。ここで行ったの？あれ？カメラ向けるといい球打つ。うん、でもまあね。まあ。パスじゃなかった。うん。どうした？バックスイングこれ当たったから。そうそう、めっちゃアウトに振っとるよね。さ、芝だったらそこだよね。カシオとかさ、うん、新祭寺だったっけ。いや、だったっけってどういうこと。あのカシオの近くにあるの、うん、とかって何グループこのグループ明智、あ、明智グループのとこあのラウンドお願いしますかよ。誰が、あ、コメントで、コメントしてるそう、コメント、あ、あのインスタの方ね。インスタの方、そうです、あんま上がってないことない。正気じゃ上がっとらんの、うん、全然上がってない。どうしよう、カメラ構えとったらどしかられたらどうしよう。いや、だけど違う、そういうあのダイジェストみたいなやつで投げとる人はおるもんね。あ、本当ダイジェストはいいけど、どうする、一番で取ろうとしてボコボコにされたら。それは今時、うん、置いてかれるよ。宣伝するよって宣伝するけど、プレイ遅いところ登録者多いでね。あの、102人です、102人3桁や、ね、3桁いったで、トム・ケンジ知っとる？知らん、ついに100人を超えたの。めっちゃ見…あ、結構来ましょう、結構来、よかった。全然結構来、うん、全然いいとこ、いいとこ、何がいかんの。まあまあ、これは、うん、次打てるで。どこ行った、カート道あたりぐらい。カート道登ったかな。うん。ああ、これのやつ。持ってこい。あ、見え、ギリギリ。ギリギリ？見えた？見えたけど、その髪型で。本当？じゃあ一応特設も視野に入れながら。うん、すいません、お先です。